その通知書によると、行方不明の我が子を探し続ける両親の情報開示要求に対し、県保健当局は家族計画事業促進のため生まれすぎた子供は県が連れ去り、まとめて社会調整を行った、誘拐や人身売買はなかったとして、その申請を却下したのです。また、連れ去られた子供の所在に関して、文書には記録を残していないため所在は不明だとの説明もありました。地方政府が市民の子供をさらい、それを悪びれる様子もなく堂々と認めた上で、それを子供ができない家庭に引き渡す社会調整だと正当化したその文書は、核爆弾のように一瞬にして中国の世論に火をつけました。